で、ストーリー的にはどこに行けばいいんだろう。そうだね、やっぱ船で帰るんだ。乗船しよう。いよいよルカだぜ。まあ、今尻尾を貫通してたのは見逃してあげようか。船の中でゆっくり休んでおけよ。何してんの、怖い怖い怖い気合い入れかな。また船で戦闘とかやめてね、ルカ。そもそもお金って持ってるのかしら。珍しい服だな。あ、これザナルカンド製なんですよ。なんだ、随分汚れてやがる。人の服をお前商売道具にしようとしてた。そうだ、俺に金貸さないか。金2898いくら。あ、ちなみになんか3時39分ってなってるけど、これ多分ね現実時間じゃない。あ、マジ自分で選べんだ。うわー、どうしようこれ。今2800、今まで貸した総額0。1000渡してみるか。はい、開ける。気にすんなって。ありがとうよ、少年。これなんか響くかな。ゆくゆくは。なんだお前ら、気持ち悪いな。無粋なことをするのは。おめえだよ。なれなれしい野郎だな。ガードの前でよく堂々と言うなと話せるよ。ミサイドオラカのやつで優勝するとかほざいてた。なんだお前、こっちはザナルカンド出身なんだぞ。そりゃ仕方ない。俺が入ったら強くなるんだよ。そう、強くなるんです。いけいけ、言ってやれ言ってやれ。ザナルカンドのチームのエースだった人ですからね。あ、言っちゃった言い過ぎ言い過ぎ。そりゃまたすげえ場所。ほらまたバカにされた。ザナルカンドって言っちゃダメなんだよ。知らなかったよな。歴史として現在に伝えられてもおかしくはないんじゃないか。あのさ、俺真のドッケにあるんだよ本当に。また言い訳に使おうとしたなこいつ。召喚師様ってのはわけがわからねえや。ジェクトさんに聞いてからずっと憧れてたんだ。いつか行きたいなって思ってた。ザナルカンド一緒に行こうぜ。帰れるといいね。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。聞き耳立てんのか。あいつの知り合いいるって。いなかったら。そん時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと。どうすれってんだよ。言うのがガードに従ってる。ああ、それそれ。あ、ティーダのことか。面倒なことになったよな。原因作ったのは誰。俺だってのかよこいつらいつも喧嘩してんな。俺だよねで、お前がいつも負けんだよな。あれ親かな。 あ、またあのフードのやついる。これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。うん、そのシュートはこうやるんですよ。どういうこと。え、この人ジェクトだよな。お前にはできねえよでもな、心配することは回りすぎだろう。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。え、ジェクトシュートチャレンジ。ジェクトシュートを放とうとする肉水にあの日の思い出がまとわりついて邪魔をします。できるだけ多くのあの日の思い出を振り払い、ジェクトシュートを成功させてください。練習してみましょう。はい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 。ああ、次本番。まあミニゲーム的な感じかな。あ、そういうこと。こうか。はいはいはい。言葉が出てきた場所にコマンドを打つのね。はい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 。コマンド全然読めないけど、ストライカー打った。すっげえ。え、消えた弾道どうなってんだこれ。何が特別だってんだ。打てなかったら未来変わってたかな。すっげえ、なんて技だそれ。ジェクトシュートっていうらしい。名前なんかないし練習すれば誰にもできる。ダサすぎる。お、ムービー始まった。あれがルカか。さあ、出場チームを乗せた船が続々と入港しております。カメラいかつ2番ポートですね
サブマシンガンみたいな形してたぞ。ヒーリカビースト。おーっと、あれは伝説のチーム、ビサイドオーラカだ。まさに、まさに最弱伝説。あまりにも勝てない奇跡のチーム。そんなに弱いの、輪っかたち。23年連続初戦敗退は、真似のできないぶっちぎりの記録だ。マイカ総郎氏、ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか？総郎氏。マイカ総郎氏がご到着なさるの。マイカ総郎氏？マイカ総郎氏は、エボンの民の頂点に立つお方。聖ベベル宮から互換戦にいらしたの。総郎氏の在位50周年記念大会だからね。イベント多くね。早く試合させろよ。グアド族だよな。グアド族。誰かしら。もしやシーモアの氏？思ってたより若い人来たな。全然老子じゃないやん。やっとけお前も。あ、いたわ。あ、そっちか本物。めっちゃ若いやついんなと思ったらガードだった。盛大なる歓迎。マイカ。誠。女の子っぽい名前だね。たたれよシーモア老子、皆も顔を上げよ。え、どれがシーモア？この青年は先頃異界の住人となったジスカル・グアド老子の意地である。へえ、すでに知る者も多いが、どれがシーモア老子？こたび正式にエボンの老子となった。恐れ多くも。あ、こいつか。老子の位を授かりました。シーモア・グアドと申します。そっか、頑張れ。ちょ、早く試合行かないといけないからさ。祈っとけ。なんだ、なんか言ってた今。気合入るよな。ユーナと目が合ったけど。試合前のミーティングだ。行くぞ。初戦の相手はアルベド・サイクス。アルベド、その後決勝。え、シード、決勝だ。もしかして。そう、俺たちはシード権をゲットした。2回でいいんだ。優勝だ。アルベド・サイクスって聞いたことあったっけ？無名のところか。初心に帰って基本ルールの復習だ。これもしかして僕が操作すんの？きつくね？おい、わかんねえって。うわ、マジかよ。わかんないわかんないわかんない。え、めんどくそ。このゲームやばいわ。普通に、なんだろう、ロケットリーグとか学んでんのと同じくらい難しい。聞いて、カフェでアーロンさんを見たって人がいたの。アーロンいるのか。アーロン？アーロンとあとリュックたちはどこ行ったんだ。アーロンさん、会いに行こう。アーロンさん、だからジェクトさんのこと何か知ってると思うんだ。そうなんだ。ちょっと飛ばしちゃったけど。ユーナが言ってるアーロンとザナルカンドで出会ったあいつ。早く試合させてくれよ。ちょっと忘れちゃうってやり方。なんて全然考えなかった。全部覚えたわけじゃないんだけど。チュートリアルクソ長いから。同じやつだって。ちょ、早くしないと試合に遅れちゃうって。てか操作方法マジで忘れるから早くしてほしいんだけど。ユーナ。何？ザナルカンドではブリッツの時こうやって応援するんだ。もしはぐれたらそれで合図だ。そしたら俺すぐに飛んでっからさ。まあ、吹けるようになるまでははぐれないようにするってことで。了解です。なぜ黙る気まり。おーおー、どうした。10年合わなかった延期にどうして答えない。仲間。いやでも角生えてんなこいつらは。ヴィラン体型を忘れたか。キマリは角折れだから省かれたのか。こいつらから背が低い。完全にお前ラージャンだよな。こいつら日本語たどたどしいな。まあ、日本語かどうか知らないけど。強い論争に育てた。やっぱ獣だからか。やりすぎた。やっちゃえば。いけ龍拳。え、マジでやった。 おい問題起こすなよ。試合が始まるぞ。揉めるなら外でやれ外で。あ、
やられた。まずいっす。今日この良き日ほら試合間に合わないじゃんこれ。負けんじゃねえあいつら。決まり。ユナがいない。おい殴ったなお前。あ逃げちゃった。あんたたち何してたのよ。お前は何してたの。さらわれたわ。アルベドサイクスの仕業。さらわれた。無事に返してほしければ一回戦で負けろって。でもどうせ大丈夫だって。ティータいないから負けんじゃね。23連敗中のチームにわざと負けろなんてさそんなこと言うチームなんて大したことないって。あお前は。というわけでなんか売ってくれる？もしかして。こいつが商人なのか。跳ね上げてよかった。何こいつら。え、ただ、あー、いや、違うか。警備ロボ的な感じかな。まあ、倒しましょうか。オッケー、やっと倒した。最後だけ3連戦だったな。あ、試合始まってる。どうなった？勝った？ワッカ。あと3分、2対2。まあまあやってるじゃん。あ、違う、あと3分じゃないのか。今3分経ったのか。頑張れ、ワッカ。ファールすか。しかしレフリーはファールを取りません。もうワッカ選手限界ギリギリでしょう。ラフプレーしてくんのか相手。最低だな。やめちまえよ。よし頑張ってんな。え、もう船行っちゃったじゃん。え、てかあれリュックの乗ってた船。リュック出てこねえかな。うわーロボ出てきた勝てるか。魔法とかそういう話じゃないだろうこれ。いけ。スマブラ X にもこういうのいたな。こういう戦いあったな。一応顔はあるんだね。まず あいつの足を取ろう。このクレーン使えかも。クレーン使うの？トリガーコマンド。なんすかそれ。クレーン。スイッチを入れます。このバトルのみ。はい。動力は電気。あ、じゃあこいつに雷魔法をぶち込むんじゃね？動かないか。やっぱそうだな。6000 HP。いや、これ多分普通に戦っても勝てない。いや、いいダメージ入ったな。いや、サンダーをクレーンにぶち込むんでしょ。いけサンダー。あ、241。ちょっと回復した。あ、動いた動いた。UFO キャッチャーみたいのついてんの？トリガーコマンド。いや、まだ動かないっしょ。一応殴るわ。3回目233。まだダメか。あ、いや動き出してんなこれは。いけクレーン頑張れ。あ、これさっきとムービー違うぞ。来た UFO キャッチャーだ。あ、これで外に放り出すってこと大掛かりだな。よく動かせたよティーダ。あ、ぴったり3点キャッチってやつかね。お、なるほどな。動力を奪ったのか。あ、相手これで攻撃してこれないんじゃね。4827。もうこれ勝ちじゃない。こいつずっとサンダー撃ってんだ。オッケー撃破。敵の名前がねわからないんだよこのゲーム。なんて呼んだらいいのかわかんない。あ、いた。ユーナ、そんなところにいたのか。あ、ユーナお前人殺しを痛めつけて。ちょっとだけ。いい子いい子。こいつ見たことあるよね。最初あれじゃね、ティーダのこと蹴っ飛ばしたやつじゃない。ユーナの生まれのことはワッカには言わないで。あの人アルベド族ってだけで手切らし。アルベド族ってただの人間だよね。キマリじゃないよね。ワッカに知らせなくちゃ。試合。あ、いやでも船出航しちゃったから戻れなくね。お前もしかしてテレポートとかできる感じ。あ、あれお前最強。ルールティア1だな。あ、違うわ。モニターを映し出しただけ。もうワッカ限界だよ。あ、試合5分なんだ。なんかね、攻撃サイドと防御サイドに分かれて戦う競技みたいで、まあ今攻撃サイドかな。来たシュートチェインなんかラグビーとサッカーを合わせたようなゲームです。
相手完全に反則だけどな。あ、そう、シュートの方法は何でもいい。蹴っても投げても。タイムズアップ。分かったよ。23連敗打ち切ったり。よくやったばっか。あ、戻ったんだ。次は決勝。決勝でこっちは動かすって感じかな。ワッカごめんよ、試合いけなくて。ナイスファイト。ワッカさん、ティーダいらないんじゃね。別にこの怪我じゃ、あ、ワッカの代わりにティーダが出るって感じか。待たせたな。モヤットボールにしか見えないよな、これ。ブリッツボール。心配かけちゃって。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう、アルベドとは口聞くなよ。面倒に巻き込まれっからな。アルベド嫌いなんだな、ワッカは。そのうち知ることになんじゃね？もうすぐ決勝戦スタートだ。ウォーミングアップしてる時間はね。いけるか？余裕っす。よよし。ワッカベンチか。ベンチは俺だ。ああ。決勝戦はこいつ。さすがにワッカの怪我やばかったか。ここまで来たら絶対に優勝だ。ルカゴワーズをぶっ飛ばす。行くぞ。おう。